で、パソコンがないんですけれども、できますかと、あと文章をかす書いて稼ぎたい、ま、文字ですよね、何かしらの記事とか、そういうものを書いて稼ぎたいというような声があります。で、まあ、やっぱり文章っていうのは顔出しもいらないですし、副業的にも結構いいのかなという人が多いですよね。ニックネームでできますし、ただやっぱり今はですね、どん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 、逆にそういう顔出しをせずニックネームでやるっていうのが、もうネットの世界では何年も続いて当たり前になってきて、逆に飽和している。そして個性みんなも慣れてしまって、特にそのあなたがですね、突出した文章でも書ければまた別かもしれないですけども、なかなか目立てないんですよね。で、逆に言うとですね、こうやって顔出しをできるような人間、まあ、YouTube でも顔出ししないで覆面でやってたりしますよね。なので顔出しができるってだけでも大きいので、まあ、そうなれるようにですね、ちょっと動きを変えた方がいいかなと思います。で